ージになる。はい、じゃあ航空いきます。もっとこれはインナーの音、ドドンっていうんですよね、インナーの音。はい、さあそして これは距離ですね。はい、抜いて結構です。さあ菅沼選手先行のベストオブナイン。菅沼選手は前回1試合戦ってますよね。はい、そうですね。そして、ザハ選手はですね初めてで、この差ってあると思うんですよね。僕はあると思うんですけど、はい、それがこうどういう風になるかですね。はい、見事140スタート、すごいいいスタートですね。いいスタートですね。あ、来た。上から徐々に落としていって二重トリプルをヒットさせました。綺麗なフォームですね。はい、柔らかいですよね。本当に力感がないっていうんですかね。でもなんかしっかり飛ぶんですよね。そうですね。はい、ああどうもトッキーさんありがとうございます。ありがとうございます。さあザハ選手。本当にフォーム綺麗ですね。さあサイドからいきます。いやーうまい。立ち位置ずらすのちょっと珍しいですね。あのパードの人ね。はいはい。の感じの人は多いんですけど。はい。いやー、本当にうまいですね。ですね。そしてここはそのまま2時ですか。はい、あ、ブルーですね。いや、ブルーに、はい、さあ215残り菅沼選手。さあ195かな。これはブルーを狙ったんですが外れて、ね、上がり目が出ません。さあ107、はい、これは19、あ、20からいきますね。はい、そうですね。しっかりアレンジした感じですね。はい、ここはしっかり点取っていきたいところ。さあ82、これはブルー、ブルーだと思います。はい、うん、さあブルーアウター決めて17をアレンジミスですね。そうですね。15。さあ124、これは20からでいいんですね。20からだと思います。はい、はい、さあそして18トリプルをもう1本ですね。これ18ですね。ナイスアレンジ。あ、ナイスアレンジですね。さあ下につけての10ダブル、そのうち、さあここはこの3本で決められなかったのは痛いですね。さあそうですね、16ダブル、ここでしっかり
30人にとってキープしたいですね。さあもう一回。よし。さあもう一回サイドに。そして16ダブル。ここは決めなかったですね。惜しいですね。はい。さあ、ザハ選手。10ダブル。打ち。ナイスアウト。ナイスですね。いや、ザハ選手すごいなと思うのが、本当にダブル打つときも、はい、出だしの二重トリプル狙うときも本当にフォーム同じですよね。そうですね。本当になんかどこ狙ってるか分からんぐらいすごい同じフォームですね。はい、やっぱりダブル狙うときはちょっと力入ったりするもんなんですけどね。そうですよね。はい、さあそして、先攻後攻入れ替わりでザハ選手先攻の501。はい。ナイストーン。ナイストーンです。じゃあスイッチして19に移動してそして上につけたんで今度18まで行きましたね。そうですね、はい、行きましたね。この上につけた時っていうのはやっぱりこう、ま、松本選手の場合はこうスイッチするってことですけど、はい、このザハ選手ってこう上通すんですね。そうですね、あのさっきも見てたけど移動してこうしかもあの60入れてましたんで。ですよね、すごい。今も3本目、うん、そうですね、しっかり入れてましたね。自分のこの軌道を熟知するっていうのは大事なんですね。そうですね、はい。松本選手はあのや矢筋がもう本当すごいじゃないですか。ほぼ一直線に近いようなこう矢筋じゃないですか。あ、いや僕はどっちかというとこう上に一回上がってから落ちる感じ。あ、そう、あ、そうじゃなくてあのダーツのあの夜速です。すみません、夜速がすごい速いじゃないですか。はいはいはい、はい、そうです。本当にソフトでもなんかボードが壊れるんじゃないかいなっていうぐらいすごい。いやいや、そんなことないです。はい、はい、でも本当あんだけ飛ばしてるんだけどスティールの場合はどっちかって言ったらこう一回ダーツが寝て起きてまた寝るみたいな感じですよね。そう、いや、一回ですね、起きて寝る。起きた、起きるんだ。はい、上に飛ぶ、上に飛んで下に向く、下向くって感じですか。そうですね、はい、はい、そうです、はい。なんで上からあの下に刺さっても上にそのままいけるっていう感じ。あ、逆にその軌道が分かってるからそのままの狙いでできるってことですね。はい、そうです、はい、さすがです。同じ点になりました。そうですね、150。これは60から。そうですね、60からで。そして75はどうですかね。15ですかね。あ、51。あ、15じゃない、17ですね。はい。はい。さあ、ブルから。あら。そして13。うん。また同じ数字ですね、これ。本当ですね。5858。はい。う、はい、これ下だ。さあ、そして14からのトップ。おー、さあここチャンスですね。18、はい、アレンジからのトップ。
さあ、しか決めた。おお、ナイス。これまたブレイクバックですね。そうですね。またブレイクの試合になってきそうな感じがします。はい、いや、ブレイクの局面っていうのは、何か意識することってありますか？すごい、その次の菅沼選手は多分キープ、すごいキープしたいと思うんで。そうですよね。はい、ここで硬くならないように、さっきの上がりをしっかりこう波に乗せれれば、はい、自分のペースになるかなと思うんですけど、やはりそういう原理からこうブレイク合戦というのは続くんでしょうね。多分そうだと思います。またそこで硬くなってっていう、はい。さあ、応援いただいてます。ありがとうございます、トッキーさん。やっぱこう本当にですね、今回解説しながら思うのが、はい、やっぱり本当に選手のね、やっぱとプレイヤーが一体となってる感じがあって、すごく楽しいですよね、はい、応援みんながしてて、はい、こうオンラインならではですよね、その応援してるくれてる人のコメントが見れるっていうのは。そうなんですよ。さあ、ここはスイッチして97点取ってきました。安ヶ沼選手も合ってきましたね。そうですね。はい。140のようなね、60が出てますんで。もう自分の理想は PDC みたいですね。こうアップにして、うん、このカメラもチェンジしていきたいんですけどね、先々。はい、そうですね、入るところがやっぱ見たいですね、はい、入ってるところが臨場感がいいですからね。はい、そうですね。さあ、303残り、これはどうなんですか。19とか19行く人もいれば18行く人もいてます。そうですよね。さあ、はい、ここは隣のトリプルをに入ってしまって9点からですね。そうです。まあ、その上がり目出すのもやっぱ大事なんですけど、削るのも大事なんで、そこはですね、22個ありかなっていうのもありますね、うん、やっぱり、うん、まあ、どの道絡んでこないと、そうです、ね、1本絡まないとっていうことですからね、はい、そうですね、はい。さあ、216で上がり目が出てないので、ここはしっかり削らないとダメですね。さあ、トリプル取られた、うん、そしてさあ、腰、そして18トリプル、お下ですね。下ですか、はい。さあ、このアワードの時に残り点数がパッて見えないのがちょっと、はい、ああ、そうですね、どこに入ったかなってなるんですけど、はいはいはい、ああ、そうですね、本当ですね、はい。一応今回はですね、まだその辺の部分も含めてですね、はいはいはい、モード的には、あ、視聴者の皆さんが分かるように、はい、こう一投一投表示してるんですけど、はいはい、いずれかのタイミングでですね、こう画像も見やすくして、うんうん、3等5表示にしたいと思ってます。はい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 、はい。さあ、160残り、ワンチャンスですね。さあ、そしてサイドから60狙う。さあ、うん、ナイスカバーですね。さあ、38、これ一回アレンジかませるのもありですよね。僕は6からいきます。あ、やっぱり6からいきますね。6で残にアレンジ、はい、さあ、残にアレンジ、注文通り外から、いやー、もったいない。松本選手言ってた部分ですよね、16はやっぱり内から攻めていくと。そうですね、内から行きたいですね、はい。そして20は外から、
かな。これはミス。これはもったいない。選手と対戦の時は、はい、あの点が取れないけどダブルをしっかり決めていたって感じがあったんですけど、そうですね、なんかそのイメージです、ね、さあしっかり決めてきました。ナイス、はい、今日は点はね取ってるんですけどダブルがちょっと決まってないですね、はい、またブレイクバックになりましたね。ブレイクに、さあブレイクですね。さあ大内選手とね、先ほどの小森選手の試合と同じような展開で、そうですね、ここのレグがまた変わるかもしれないですね、はい、でここでザハ選手が先行のゲーム、いや、菅沼選手、ザハ選手が先行ですね。そうです、菅沼選手が先行となって、はい、ザハ選手が先行となって、はい、そうです、さっきね、あのここはもうザハ選手がキープしたいっていう局面ですね。そうですね、っていうところでやっぱりこういうふうにちょっと硬くなっちゃったりとかするんかなっていう感じはしますね。やっぱこうスティールダーツ、そのちょっとしたこう心の動きがダーツに現れますよね。そうですね、こうすごく入ってる試合はあんまりないんですけど、はい、ちょっとこういう試合ダブル入らんかったりとか60入らんかったりとかっていう試合はやっぱりこうそういうふうな風になっちゃいますよね。ああ、そうなんですね。さあ、そして134点を取ってきましたね、菅波選手。はい、少しザハ選手、さっきからずれる方向が1になってきてますよね。そうですね、1にずれてますね。はい、さあ、そして スイッチして87点。いいグルーピングですけどね。ね。もう一伸びって感じですけど。さあ下につけたので菅沼選手はスイッチでトリプルをしっかり捉える。ナイススコアですね。ですね。削りいいですね、菅沼選手。はい、菅沼選手。スイッチの19が入り出しましたね。さあここは100点で返してきます。さあ184残り。さあ2、じゃ隣ですね。さあ19トリプルからの20、ナイスですね。今の1本でこうどこを残したいかというのは大体分かりますね、やっぱりこう。さあ来ました、さあ1の方にねどうしてもずれていきます。さあそして92残り、20から、そして72は12チョイスですね。そしてアレンジまで、突破アレンジしっかり決めてきました。さあザハ選手上がり目がないのでこれはしっかりと削っていきたい。さあここしっかり決めたい。トップダブル、さあしっかり決めてきました。おお、ナイス。ブレイク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 、そうですね、はい、ブレイクが必要になってます。はい、さあここもロースコアですね。
さあ、ぜひ是が非でもキープしたい菅沼選手、是が非でもブレイクしたい、そうですね、ザハ選手ブレイク合戦なんで、そうですよね、ここは面白いですよ、このレグとかは特に、ね、さすが沼選手、意識しすぎ、おっと、1投目から絡めてきましたね。さあもう1本、もったいない、もったいないですね。はい、ここをしっかりとですね、20縦ラインがあってくれば、そうですね、はい、100点取れるんで、やっぱり全然違いますよね、やっぱりそこは。そうですよ、ザハ選手の夜角から言ったら、やっぱりこう上からこう打ちたい感じじゃないんですかね。そう、ちょっとあのまっすぐ目ですよね、はい、あのね、平行というか、はい、そんなに立てないですよね。あ、いや、案外角度ついてませんか。ちょっと立ってます。あ、いや、カメラの角度かな。いや、案外角度ね、立ってる感じするんですよ。なので、あ、きちんとやっぱ立ってますよね、ちょっと角度。そうですね、じゃあそうですね、さあ AT 取ってきて、菅沼選手、ここがまた点取りたい局面ですけどね、なかなかこう、さあそしてもう1本、さあワンオーできた、ナイス140。なんかこう解説が聞こえたかのようなそうですね、火ついたみたいな感じになってます。火つきましたねやっぱり下からですよね、その上を通す感じですね。さあ、しっかり、でもしっかり狭いところキープしてますから、さすがですよね。そうですねさあ206残り、20から隣にずれて19がよく入る。さあ、200、やっぱり削りたいですね。さあ来た、1投目から、さあこれはスタッキングさせて絡めたい。もう1本、うん、入りそうですね。いやー、はい、来た、あー、ナイス、入りそうな感じしてましたね。いいところにフライトポジションがいいところにありましたね。さあ19から20、そしてアレンジまで、あー、もったいない、ここがもったいないですね。ですね、さあ AT、 ここはワンチャンスですね。お、そして、いやー、これはちょっとダブルが入ってないですね、入ってないですね。さあ、そして菅沼選手、いや、いい集中してます、表情がいい、はい、これは決めるでしょう。うわー、気晴らし、惜しい、でまたブレイクチャンスが来ましたね。さあブレイクチャンス、あー、ナイスだー、ナイス、これでキープですね、ね、キープですね。いや、2、3なんで、あ、ブレイク、ブレイクですね、ブレイク、ブレイクだ、そうだそうだいやいやいや、あくまでもブレイク、全部ブレイク、オールブレイクですね、今。さあ、そしてここですね、はい、こうキープして突き放したい局面。あ、やっぱこう、ここに刺せば入るんですよね。うん、まあイメージは良くなりますよね。ですよね。やっぱりこう上からちょっとなんかこの間野毛選手言ってたんですけど、ちょっと力んじゃうと下に刺さりやすくなるのでって言ってましたね。はい、はい、はいはい。うん、さあ、そして
ザハ選手。いやー守てさあ突き放しにかかってきたザハ選手、止められるのか菅沼選手。いい感じですね。はい、このレックはすごい一塊にそうですねスタッキングさせてます。さあそしていやナイスナイス。まあでもダブルがね狭いですのでね、一回引きずると菅沼選手にもチャンスが訪れます。そして19、ああここも決めてきた、ナイス強い、ナイスアレンジ、ナイスダーツですね。やってきましたね。そうですね、ザハ選手。さあ192なのでアレンジ出した、あブルですね、ブルいったんですけどね。上がり目出せず13ダーツトライですね。はい、さあ内から6ダブル、この6ダブルってね少し身構えちゃいますよね、はい、そうですね、次がやっぱ3ダブルっていうのもあるんで3ダブルになってくるんで内に入れちゃう。あーさすがだ、ナイス、ここで突き放したザハ。そうですね、15ダーツ、ナイス15ダーツですね、ナイスダーツですね。はい、さあそして先行後攻入れ替わり、菅沼選手が先行となります、はい、いやいやこのレックのザハ選手15ダーツも見事ですけど、そうですね、ダーツのスタッキングがすごく良かったですよね。そうですね、もうあのグルーピングがすごい良かったですね。ですね。さあザハ選手ここはいやーいい感じですね、右サイドからトリプル絡めてきます。間ちぎましたね、はい、もうだいぶ合ってきましたね。そうですね、ザハ選手はこうやっぱりこうザハ選手は右サイドから狙ってるようなイメージで、はい、があるんですけど、はい、ま、多分そうだと思います、ね、それぐらいのシュート力はあると思うんで。松本選手はやっぱりこう狙う1投目の位置とか決めてますか？僕は一応真ん中よりちょっとだけ右狙っていつも左に行くんで、はいはい、あ、そうですね、はい、少しそのイメージではね、自分のこの癖っていうんですか、そうです、ね、安字の癖っていうんですかね、立てる位置があの右なんで、はいはい、左側に入った方がまあ立てやすいっていうのはあるんですよね、はい、右から立つっていうのは要するに六側の方にちょっと立つ感じですか？そうですね、つま先にブル合わせてる感じのイメージ、つま先ですね、そしたら、はい、極端な右じゃないんですよね。そうですね、そうですね、まあでもあの型はあの6トリプルより外にはあるかなって感じですけど、はい、浅田選手は極端な右じゃないですか？あ、そうですね、はい、はい、で小野選手は極端な左ですか？で誰ですか？あ、小野選手は極端な左ですよね。あ、そうですね、はいはいはい、そうですね。で立つ位置がど真ん中、立つ位置っていうと常さんも変わってて、はい、常さんはあの見え方によってそのスローライン関係なく遠かったりとかするんですよ、はい、なんで大きい全然使わないっていう。ああ、そうなんですね、はい、その自分の見え方で立ち位置変えてるんで、毎回違うんですよ。ちょっと動物的ですね。そうです、毎ラウンド違うんですよね、はい、すごいですよね、それもすごいです、はい、あさあここ先行のゲームをキープしたい菅沼選手、
展開としては、先行後攻が入れ替わった感じですね。そうですね、はい、ここでしっかり削れればプレッシャーになると思います。さあサイドから矢にぶつけて6助狙う。あ、さあここロースコアですね。さあここ大きく削りたい菅沼選手、決まらず。スイッチして18、ああ自己決定ですね。さあナイスアレンジ。さあ157の5、まあこれは20から19でもそうですね、20からだと思います。そして19トリプル、18トリプル、おーし。さあ来た、トライまで行きたかったか。アレンジまで、ナイスアレンジですね。さあ74残り、これは14から行く感じですかね。そうですね、まあ14だと思います。はい、そうですよね。そして20でアレンジしてダブルタップ、勝利のトップ20ダブル。決まらずですね。さあワンチャンス、菅沼選手しっかりとトップ決めたい。うん、入ってない。うわー決まらず。全部ダーツに当たってたんですけどね。はい、これでザハ選手が一泊置いてイメージして。さあ勝ちを意識してるのか。カモン。うわあ、惜しい。頭を抱えるザハツネキ選手。ここはもうしっかり決めたいですね。はい、ここはもうゼガヒでも打ち。うわあ、これは。はい、痛い。さあザハ選手勝利の20ダブル打ち。さあ 10ダブル。さすが、しっかり決めてきました。ナイスですね。さあ第2ゲームはザハ選手が 5-2 で勝利しました。